初めて開かれた協議会には鳥取市と県、JR 西日本、それに鳥取商工会議所が参加しました。鳥取市が今年6月に作った基本計画では、 JR 鳥取駅周辺に複合商業施設やバスターミナルを整備するほか、歩行者用の空中デッキを設けることになっています。会議では再開発に向けた基本方針を確認するとともに、民間事業者に対する聞き取りや道路や歩道の通行量の調査を行うことが報告されました。鳥取市では学識経験者の会議なども設置していて、今後役割分担をしながら再開発に向けた検討を進めていくということです。